皆さんおはようございます。マーティンダーマクロキンダです。都道歌詞今昔物語パート1いきます。まだ市になってない時、都庁役場から町になったそうですね。はい。確かに西田川郡役所、今の支所ですよね。跡地ですよね、今の。はい。確かに鶴岡公園内に町役場があったそうですね。はい。鶴岡には大宝寺村とか、稲追村、いろいろありますね。九州合併してね。はい。鶴岡市が誕生したのは全国で実は100番目。大山駅、三瀬駅、厚見駅、根津ヶ関駅、次々と駅が開業したそうでございます。はい。昔は実は湯の浜の駅ですよね。前方寺の方の駅。昔あったけど今はなかったね。文化と赤城も本当にあって、まあ、裁縫学校が、作られたそうでございます。現在の鶴岡地区、医師会館ですよね。はい。盲学校ね。はい。いろいろと、はい。あとは治療も、はい。あったそうですね。いろいろと。初のポンプの導入は明治時代。はい。市内バスは誰でも15銭安いですね。確かにね、バスも本当にね、乗り合い車、全然違うね。以上です。バイバイ。